こんにちは、ポンズです。今回はトランスフォーマースタジオシリーズより SS93 ガルバトロンのレビューをさせていただきます。ガルバトロンはトランスフォーマーロストエイジに登場したキャラクターです。 KSI に軍事用として開発された人造トランスフォーマー、トランスフォーニウムによる粒子変形はインパクトがありましたね。そんな彼が8年越しの新規造形ということで、どう進化を遂げたのか非常に楽しみにしておりました。早速開けていきましょう。内容物は本体と武器が2種類、説明書とジオラマブース。ではロボットモードから見ていきましょう。ガルバトロンロボットモードです。胴体周りの箱感はちょっと否めませんが、側を背負っているような部分も一切なく、非常に綺麗にまとまっています。パッと見これが車に変形するようには見えないんじゃないでしょうか。塗装は控えめですが、シルバーの塗装が効果的です。この辺の奥行きある造形も素敵です。背中のガーパーツの上にもロボットの造形を重ねており、極力車体部分が見えないように工夫されています。続いてザクッと可動範囲を見ていきましょう。まずは首はぐるっと回せますね。上下にはそんなに動きません。肩はこれくらいまで上がり、ぐるっと1回転。ロックを外せば前後への引き出し機構みたいな扱いもできます。肘上にロール。肘は二重関節でピタッと曲げることができます。手首に可動はありません。腰は干渉することなく回転でき、ロックを外せば腰を前方向に倒すこともできます。股関節も柔軟に可動、開脚もこの通り、前後にもしっかり開きます。股関節部分にロール軸があり、だいたい60度くらい回せます。膝は90度以上曲がり、足首は内側へ曲がります。ふくらはぎのロックを外せば少しですがつま先を伸ばすような動きをつけることができます。基本的にどこをどう動かしてもパーツ同士が干渉することはありませんので、柔軟なポージングが可能です。武器はカノン砲とミサイルの2種類付属しています。2種類、これは嬉しいですね。カノン砲は右手に装着します。ミサイルは左右どちらかの腕に装着できます。右手が変形して銃にという形だと思うんですが、もう少しボリュームがあれば嬉しかったところ。ちなみにこの胸部パーツは開くようになっており、ミサイルを収納することができます。続いて旧アイテムとの比較、AD22 ガルバトロンと比べていきましょう。今回のスタジオシリーズガルバトロン、大きさは約 17.5 センチ、前作より気持ち小さいくらいでしょうか。造形の違いをゆっくり見ていきます。こうして比べてみると顔つきも結構違いますね。 AD22 の方が塗装箇所は多いでしょうか。あくまで僕の感想なんですが、優劣つけがたい印象です。今回のガルバトロンはもちろん素晴らしいですが、こちらのガルバトロンもロボットモードのこの流線形のフォルム、これはかなりかっこいいですよね。側をすべて背負うという思い切った判断をしたからこそ実現できたシルエットですよね。変形の楽しさやアクション性の高さは今回の方が満足度が高いと思います。また今作のガルバトロン、個人的には腕の裏側、ここにブレードの造形があるのが嬉しいポイントでした。劇中ではこのブレードを使って車を両断していましたね。 AD22 ではこのブレードの造形はありませんでしたので、これは嬉しい追加造形と言えます。武装の点では AD22 の武装の方が見栄えしてかっこいいですね。大きさもですが、こういうスプリングギミック、今となってはもう見かけなくなりましたね。ちなみにこの銃はスタジオシリーズ版でもちゃんと持たせることができます。色味は違いますが、なかなか似合ってますね。
スタジオシリーズではリリースされていませんので、以前発売されたボイジャークラスのオプティマスプライムを並べます。ついでにロックダウン、では続いてビークルモードを見ていきましょう。フレイトライナー製のトラックにトランスフォームします。綺麗なパタパタ変形で楽しいですが、ちょっと変形に慣れが必要に感じました。中身がギュウギュウなんですよね。前面のブラックは塗装、シンプルになりすぎないようにところどころにブルーの塗装がされており、これが非常にかっこいいです。ただ背面はドカンとロボットモードのパーツがむき出しになっています。それではビークルモードでも造形の違いを見ていきましょう。基本的なデザインは同じなんですけど、後ろから見た時の差が結構大きいですね。それによって生まれる違いなのか、 AD22 の方が一回り大きく見えます。ビークルモードのまとまりという点では AD22 の方に軍配が上がるかもしれませんが、このビークルモードがあんなロボットに完全変形するんですから、もうほんとすごいの一言ですよね。さてこのビークルモード時のギミックですが、武器のマウント機構を備えています。このミサイルを車体側面に取り付けることができ、劇中シーンの再現ができます。マウントしない場合は車体下部が蓋になっていますので、ロボットモードと同じようにここに収納することができます。カノン砲は車体内部に収納できます。ちょっと見にくいですが、ここに受けがありますので差し込んで固定収納となります。スティンガーと共にオートボットを追走するシーン、かっこよかったですね。当時はガルバトロンよりスティンガーのエンジン音が良すぎて、そこしか記憶に残ってなかったですね。ということでガルバトロンをレビューさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。8年越しの新作ということで、見事ファンの期待に応えた一品だと思います。ビークルモード、ロボットモードも優秀、変形機構も程よい難易度でパタパタ変形が心地よくて何度も変形させたくなります。機会があればぜひ手に取ってみてください。今回の動画を気に入ってくれた方、また次回も見たいと思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もお疲れ様でした。